田村さんの交番時代のお話。あ、交番時代のお話。それ楽しい。交番時代のお話ね、なんかいっぱいあるんだよね。あんま言っちゃいけないけど、20年経ってからいいのかな、もんな。言える範囲で。まあ、いろいろやってましたね。普通のおまわりさん的にはまずいかな。まずいのかな。結構やってましたね。あの、おまわりさんなのに手錠かけられたことありますね。それなかなか珍しいよ。ありますね。すごいね、悪いやんちゃな奴らがいてね、いつもボン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 来て、逃げてっちゃうんですよ、そのね。おまわりさん、交番の前さんでね、こうやって立ってるでしょ？そうすると、来るんですよ。来て、追っかけると、バイクだからブーンって行っちゃうの。いつも。どうにかなんねえかなって思って、何回も全力ダッシュするんだけど、逃げられちゃうのね。だってバイクだしね。ちょっとダメだな、これ、とか思ってたら、まあ、とりあえず追っかけるかっつって、もう一回追っかけようとしたら、エンストしたの、それ。そいつがね。だから、それを思いっきりもう追っかけて、なんだろうな。まあ、張り倒しました。まあまあまあ、オブラートに包む。まあ、オブラートに包むと、まあまあ、確保しましたね。ですごい、ものすごい説教したわけですね。めちゃくちゃ説教したらね、まあ、ある事件が起きたんですけど、まあ、それちょっと言いにくいな。うん、言いにくいね。まあ、いろいろあってですね。まあ、大変なことになったわけなんですけど、まあ、そいつらと、まあ、戦ってたわけですよ。たくさんいるから。一人二人じゃなくてね、もう何十人とかいたわけなんですけど、まあ戦ってたわけですよ。で、やっと助けに来たって思ったらね、ピーポーピーポーって来るから。で、ラッキーって思ったら、俺がね、結構やっちゃってたから、俺が捕まったって感じ。連れてかれて、交番の後ろでめっちゃ反省させられたっていうね、ことなどなど、なんかいろんなことありましたね。すげえよ。言い出すとキリがない。一般常識で言うとなんか、まあすごい悪い警察官だったのかなと思いますよね。上司泣かせというか。だけど自分の信念としてはこれいいことだと思ってましたからね。だってそのぐらいやった方が、うん、そいつもうね、一切やんなくなったんですから。あ、本当に。あ、それならいい。そう、うん。俺とかがちょこちょこ歩いていくと、いろんな情報を教えてくれるの。あ、田村さんとか言ってね。あの、今ここでこういう悪いことしてるやついますよとかね。教えてくれる。あ、そこまあね。そういう情報はね。知ってるから。近い人じゃないとないからね。そう。そんなことがありましたね。ほい。こんばんは、田村社長の豆ちゃん、かわいいですね。うん、かわいいですね。豆ちゃんはホームセキュリティに役立っていますから。豆ソック、豆ちゃんも番犬として特別な訓練をつけられておりますか？宇宙の豆はですね、番犬にはなってないですね。かわいいですけど。ただまあ、吠えるとか、そういるだけでやっぱ違うんですよね。違いますよね。私、子供の頃は実家でポメラニアン飼ってたんですけど、すごい泣くんですよね。だから、いつの間にか誰かが侵入することはなかったでしょうね。吠えてくれるから。うん、それだけでもプラスには働いてるんで、まあ豆もそんな感じですね。とりあえず吠えるっていう意味ではいいですね。戦闘力はあんまりないのかな。そうですね、うん、コミュニケーション能力高いですよ。めっちゃそう、悪いの来ても懐いちゃうかもしれないですね。訓練してないです、うん、訓練しなくても変化に敏感する動物って、うん、ああ確かに確かにそうだね、うん、まあ性格によりますけどね、うん、ですね。ほいほい、これね、うちの豆です。ほら豆ね、はい、よろしくお願いします。はい、で向こう行こうか。はい、よいしょ。